どうぞ。こんにちは。今日もケロワッチの時間が来ました。本日の MC は、内田舞香です。どうぞよろしくお願いします。本日のゲストはですね、11月の19日の土曜日のイオン柴田ショッピングセンターで行われるエコファッションショーというものをやるぞと言った発起人でもある佐久間さんをお呼びいたしました。今日はどうぞよろしくお願いします。どうも佐久間です。すごいアウェーだからね。とんでもない。今日はなんかお客さんが少ない。ありがとう。じゃあまずで、ご紹介の方を軽くしていただけたらいいですか。じゃあお名前、学年、趣味、今日のファッションのポイントの名前、盛りだくさん。英語文学コミュニケーション学科の佐久間教授と申します。今学年は3年生です。趣味、こちらに何かいいものがあります。チラチラ。趣味は、ぶっちゃけ多趣味。全部言ってください。着る、買う、集める、見る、写真撮る、編集する、音楽、まあ、ベースとドラムが大事で、まあ、その他も含めて、深夜ドライブとか、まあ、主には、まあ、だから中古市場に行って、あの黒崎店ね。黒崎店いいですよ。主に黒崎店がないです。出没。そんなところか。よろしくお願いします。僕のポイント見ましょうかね。せっかく今日ファッションショーの企画をしているからとてもおしゃれな感じで今日はですね、逃げのトラップ。逃げのトラップ。逃げのトラップですね。どの辺逃げたんですか。ファッションショーはもっと弾ける感じかなと思ったら、そうそうそう、なんか私もエコファッションショーで実際にそういうハードオフとかそういうところで買ったものを着てこういう感じでと本番もこんな風にファッションショーするよみたいなのが分かるような服をって言ったんですけど、お姉さんと洗濯です。お姉さんと洗濯の。おつから11時とか。おつごにより。おつごにより逃げました。でも私あの赤のすごい好きです。来年来年で友達から書いてました。先月シャツは覚えましたから。これこの辺ポイントなんですか。色をちょっと合わせたところ。そうそう。狙ってない。だから逃げ。逃げ。でも逃げた結果でもすごいまっとう。逃げた結果何だったんだけど。あ、すごい。何しててもおしゃれし、メガネはどこですか。あれは実はどこですか。入ってるんですか。あ、いいでしょ、ね、これないとちょっとフォークさんもやけるんですけどね、これ最近メガネと言われて、最近メガネの動画合ってないんで、最近気づいてました。ちょっと直しに行かないとダメ。でもいいですね。ございます。ジャスコ関係と引っ掛けて、イオンの、亀田のイオンで、3階の、パソコンで、ちょっと本当に、ゾクで買ったら7000円くらい。ね、それよりパソコンで、3000円くらい。じゃあ本題にね、入ろうかな。エコファッションショーのことですね。そもそも、なんだっていうふうに思ってる方も。作って、その時に顧問がパンツで、あ、そうなんですか。パンツで作ったら、たまたま、ちょっと若干真似して。だから、じゃあやるかっていうのを考えて、当初は、しんわりと、まずは、みんな好きなやつでやれば、欲しい、そうじゃん。で、じゃあ、大学の交流も一緒で、適当に作ったの。で、それから、かっこいいな、これ。
大きくなっちゃった。だいぶ大きいね。当初はだいぶ、オープンキャンパスとかでやろう。行ってたら、いつの間にかなんか、柴田のイオンになって。みんなの柴田のみんなが大好きなんですそれで今の感じ、1週間ちょいで今本番、もうだからトントン拍子で話が大きくなって、いいことでいいかよ。いいことでいいね。まあ、大学の紹介にもなるし、一応共産党のコーポレーションなんで、そうですね、まあ、あのコーポレーションにもなる。まあいいことしてくれてる。そもそもじゃエコっていうのはどうしてできるの？ハードルとテイクで、エコっていうことはその狙いっていうのがどうしてエコするの？普通の発想上で新しい服を着る買うって悪いんですけど、ぶっちゃけそうです。あえてユーズドっていうのを一回誰かが使って捨てた服っていうのをあえて使ったのが自分自分の難易度を変えた。確かに選ぶ幅も狭まります。その先に多分説明した方がいいです。ハードを一つでハードを選べるっていう、モードファンプライムもあるし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 、選ぶ範囲はすごく狭まります。狭まります。他のお店にでも。基本メインはそこだけ絞られるんですけど、その絞られた題材で服着れる方がよほどかっこいい。ですよね。私かなりおしゃれなお店がこれうまい。逆に初めてでもそういうところに飛び込むということに面白さを感じられれば、そういうのがいいのかっていうふうにやってもらえればなと思って、自分が好きなプラスアルファをしてもらいたい、まあ、自分の個性を生かして来てもらいたい。うまい。どういう感じでそのモデルさんたちが一緒に服を選べるんじゃないですか？基本的にジョブ一つのリーダーをやってますけど、服に関しては、誰かがついてるのか、まあ、友達で一緒に考えていいんですけど、誰かが選ぶとかではなくて、できるだけその友達の学生さんに選ぶようにしてます。っていうのも、やっぱ誰かがそれを言ったら、それは誰かの個性とかするから、それってもったいない。だからそれだったら、本当に引き継ぎだったら、この学生に任せて買ってもらった方が、その学生の好きなものが、それをより強くなっちゃう。自分をアピールできるから、そうそうそう。そういう風なのを、ね、どうしてやるんですか？モデルさんたちも今いろいろ入っている状態だと思う。なんかツイッターでも戻る、戻る。あー、本当ですか？買ってた。おばばしない。佐久間さんがそのコーディネートを見れるっていうのは本番なんですか？すごいあのだからこれもどういうことしてるんだろう、何一つわからない。ドキ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 っていうか楽しい、うん、どれだけ楽しい面白いことしてくれるのか、どれだけ数やるときのか見れるのか、ちょっと楽しい。その部門っていうのが、あの2つの部門に分かれていて、はいはい、見えると中学生の高校生の部門っていうのと、中学生の部門っていうのと、はいはい、ましたね、どうですか、なんか差は見られる。差です。中高生が戻ってどういうこと？なんか差っていうのはそんなに俺考えてないんですよ。例えば、まあ、悪いけどジェネレーションギャップとかですけど、逆にジェネレーションギャップがあるからこそ、あ、面白いですね。そうそうそう。だから僕らが中学生の世代っていうのは、今の中学生の世代ってどういう、確かに分からない。分からない、分からない。だからそういうのが全然見れるってことですね。じゃあそこで中学生の高校何来てたなっていう感じで比較できますね。比較できます。怖いわ。
前に中学校の完全ユニクロなんでダウン着て、おかずかけてました。あ、シネさんも。中学校の時何着てたの？私、中学校の時逆に今やっちゃった。それこそ、あの、本当になんかわけわかんない。そういうのも見れるから、あの時が。これ、ね、ファッション誌をこれから残ってる。まあ、努力はしたい。すごい楽しみですね。あの、慶応の学生がやっぱり。そうですね、一応、まあ、一応、うちの。そうですね、そこから始まって。そこから始まってるんで。まあ、10名ほどで、社会人の方からちょっとまだ3名確か応募が1名で、一応多いらしいので1名、2名ほどちょっとまだ僕も今では切れてないんですけど、いるんで、まあどれだけ大学生が僕は男女比って言うの？あー、ひどい広いえ、もしかしたら女子しかいないんじゃないですか？あ、本当ですか？そうなんだ。なかなか抵抗がある。もしでしたら、あのうちのゼミのあの辺の子たちが、そんなにいらない。これ、あの、いかない。ちゃんぶり。そんなにいらない。あの、何かしにいかないと、喋れない。意外とね、シャイボーイだ。そういうことが可愛いです。すごい無茶ぶるね。そんなにいらないって言ったね。無茶ぶりはちょっと俺がすごい悪者なんだ。やめてくれ。じゃあ男の人は募集ですね。もう募集はでも締め切っちゃって一応締め切ってるんですけど、やっぱり2回目は少し集まりが悪いので、一応連絡していただければあの、ま、だ継続はしてるんで、ツイッターでも、そうです、まあ、今回この、まあ、ユーストリームを見ていただいて、また、ね、もしあれ出したら、清和学園大学のホームページ見てもらってたら、リリースがあるので、ありました、ありました、はい、それを印刷してもらえれば、応募を、まあ、あの、やる気のある人だから、一瞬でこういうこと、やる気のある人だし、楽しめる人間は絶対無理だというか、絶対っていうか。楽しみたいというか、でもこの企画ね、面白そうと思ってたくさん、ね、うん、ぜひ、あえて停止に絶対こういうそういう人間も絶賛の集中に大事に阿部君、あとでまたいつもの通り川柳毎週あのゼミの時間にも川柳を今ほら指折り数えてるんですけど期待します。あの今日のテーマエコバッションということで宣伝にされますね。外れないね。なっていうね。阿部君すごい顔が硬直してる。目もめっちゃ泳いでる。今俺に向かってお前なんでこういうのか。もうすぐ阿部君登場しますね。そうですね。じゃああの宣伝ですね。11月の、まあ、先ほどマイカさんもおっしゃったとおり、11月19日、イオン、ユーバーさん、ショッピングセンターの方で、ね、1階ですね、1階の方で、エコファッションショー、まあ、清和学園の主催、主催の、まあ、エコファッションショーでさせていただきますので、ぜひぜひ、この時間がある方は、足を運んでもらえることに嬉しいです。1時ですね。土曜にやるとまあお客さんも多いかもしれませんけど、でも老若男女問わず来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。モデルさんもまだ絶賛募集中です。特に中高生絶賛募集中です。可愛い担当私いるんだけど。あ、それ素晴らしいです。かわいい弟いるんだけど。山本君からうちの妹もお願いします。そう見たけどね、なかなか、あ、これ使うみたいな感じだった。あの、よかったらうちの弟も使って。ああ、いいよ。
男でしょ。男。素晴らしいですね。あの女性さん。本当ですか。あ、もしだったらちょっとごめん。はい、お願いします。これ今回は出ない。ああ。出ましょう。ちょっとね、そこはね、大人の事情が。大人の事情。わかりました。じゃあ、首がつかりません。今回はカメラマンということで、あの出るので、もしユーストで今回見ていただいたら、ね、ちょっと見たことあるんですか。あなたユーストで出た人でしょう。カメラマンは。ただ、カメラマン。もしだったら、ツイッターとかにも、記事上げてくださるとすごく。何が？あ、ガス。あの、1枚20メガで撮ってるから無理だ。あ、こっちで。こっちで。なるほどね。スマホでね。入れると。じゃあ、やっちゃいますか。あ、全然やっちゃいます。見ていただいて。いや、任せてください。じゃあ、それではね、今日の。見ててください。川柳で、あの、ファッションショーの宣伝ということです。もうできてるの？頑張って、おっ、こちらに。来た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 。それでは読ませていただきたいと思います。一つのどうぞ。エコな服。あの皆さん、あの、はい、副賞、副賞してください。エコな服、はい、みんな得する、みんな得する。イベントです。イベントです。お、お点数の方いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。満点出ました。めっちゃ顔がめっちゃ頑張ったね。怒られてる。めっちゃ連射されてる。ここであの一の蛇からもあの宣伝ということで、ちょっと皆さんにお知らせをしたいんですけども、こんなの知ってますか？さっき初めて見ましたよね。そうだね。こんなものがあるんですけど、こちら Facebook じゃないや、Twitter ベースと言いましてですね。来週の11月15日のお昼休み、一ノ瀬ゼミの2年生が学食にて、皆様のツイッター名刺、アカウントを持っている方の名刺を作ります。学外の方もぜひいらしてくださればいいなというふうに思っています。このような名刺をですね、10枚分のシート1枚を無料でお作りします。皆さんのツイッターでの交流をね、これで測れればいいかなというふうに思っています。すごい可愛くできるので、ぜひ皆さん来ていただければ嬉しいなと思っています。切りください。俺もだけど、著作的に大丈夫。あ、大丈夫です。隠しちゃっちゃう。大丈夫です。グラムちゃん優しいです。ぜひ来てください。じゃあ皆さん、こちらのエコファッション、その週、来週の土曜日です。すごい楽しみで。来てくれなかったら泣きます。来てくれなかったら泣くということなので、この当の、ね、本人が来ないという、そう行けないっていう、英語しか来ないっていう時点で今日帰ろうかなみたいな。あの私の代わりになるような形をみんな行かせるようにしておくので、ぜひとも来てください。本当にお願いします。はい、じゃあ今日はゲストの坂田さんを呼びしてしていただきました。とても楽しいイベントになると思うので、皆さんぜひ足を運んでいただければなと思います。では来週のフィオランチ、どうぞお楽しみにしていてください。また来週。